うん、聞こえる？新しいお隣さん、うん、ちょっと見てみようよ。うわあ、めっちゃセクシー。どいて。わお、未来の彼氏よ。ダメ、彼は私のもの。これはすごい戦いになりそうです。これが私たちの部屋。見て、これが家族よ。こっちが弟。え、アンディ？私の家族も見て、アンディ。私のゲストよ。これが兄、これが父。こっちは私のお父さん。これが母よ。私のママはこれ。やめて。おーっと、はい、アンディ。何してるの？インスタを見てるんだ。え、キャンディーが好きなの？あー、許せない。あ、いいね。マシュマロ食べる？うん。彼氏に温かいスープを作ろう。私が彼にあげる。ありがとう、アンディ。どうぞ。ん、え、凍ったスープ？ん、こんなシャーベット食べたことないよ。ああ、イエス。私のスープよ、キャンディ。ごめん、アンディ。何事？私じゃないのよ。瞬間冷凍スープなの。うん、やあ、はーい、キャンディーどうぞ。あー、素敵。私がもらうわ。いや、私よ。離して。いやよ。トップ、喧嘩しないで、仲良くね。キャンディーのシャワーをサウナにするわ。暑い。あー、リラックスできるわ。チャンネル登録して、いいねとベルも忘れないでね。コーディ、猫を見ててくれない？ありがとう。すぐ戻るから。キティ、友達になろう。うわ、強く撫ですぎた。毛が焼けちゃったわ。Oh, no. 僕の猫どう？何があったの？本当に君か？あげてても愛してるよ。ロミオとジュリエットがこんなに悲しい話だったなんて、涙が止まらないわ。やだ、またよ、火事。ゲスは？ありがとう。石のように冷たい美女キャンディ、燃えやすくスパイシーなゴーディ。うん、答えがわからない。助けがいる。ゴーディ、問い1の答えは A よ。ああ、ありがとう。この問題は、ねえゴーディ、またヘルプ B よ。ありがとう。ゴーディ、ゴーディ、ゴーディ。何？そんな、あんたの氷で台無しじゃない。腹立つ。おーっと、うわあ、落ち着いて。何見る？あ、ヨガの番組だ。やだ、溶けてる。
ね、見てられないわ。耐えて。見て、火山の番組だ。嘘、溶岩が出てきた。悲しすぎ。助けにならないわ。もういい。自分たちでテレビ見て。ロッカーの中は何？チキン美味しい。アイスがあるわ。さあ、温かいお茶よ。暑すぎだよ。ごめんなさい。具合悪いの？熱下げてあげるわ。ありがとう、キャンディー。すっかり良くなったよ。ほら、熱が下がってきた。もうちょっとやって。ねえ、キャンディー、投資しちゃうわ。おっと、やりすぎた。もう熱はないよ。今度は低体温症みたい。セルフィッシュを私と一緒に撮ろう。ダメ、私のものよ。いや、アンディー、こっち来て。こっちよ。やめて。もう十分。解決策がある。クローンを作るんだ。これでそれぞれがアンディをゲット。もう喧嘩しなくて済むわ。おはよう。晴れやかだわ。ゴロディはママにそっくり。彼女は毛布の代わりにヒーターを持っています。ジューンとパパはまるでエンドウ豆。ジューンは寒くて気持ちがいい冷蔵庫を中で出ています。いつだって霜に囲まれているのです。ねえジューン、風邪ひきそうよ。太陽の光を浴びるのはどう？ダメよ、暑くて死んじゃうわ。日差しを遮って。大変、果てしない戦いの開始です。ゴーピョン対サブゼロ、勝つのはどっち？ゴーディはエネルギッシュな音楽が大好き。彼女を転化させます。私も音楽聴きたい。でもヘッドフォンが邪魔なのよね。ほどけない。やだ、つららになっちゃった。まあ凍ってたら絡まらないか。雪のカサカサ音でも聞こう。ゴーディが深く考え込んでいます。彼女の癖は髪の毛を指に巻きつけること。うわ、指が熱すぎてまるでカールアイロン。ヨガの時間。温度の違うヨガマットを持っていきます。炭火の上でポーズを取るゴロディ。これがヨガバーベキュー。ジュンは氷の上。これが本当の調和とバランス。シャワーの浴び方も違います。ジュンは氷のように冷たいシャワー。水の代わりに雪が降ってきました。爽やかなシャワーです。あー寒い。この氷河期をどうやって乗り切るの？熱いお湯、炎のシャワーよ。最高。お気に入りの動画を見よう。消防士のリアリティショー。マシュマロが焼けるほど熱い動画だわ。じゃん、食べる？いらない。ノートパソコンの氷を割らないといけないの。南極の番組なんて見るんじゃなかった。映画館へ。でもどんな映画を見るの？ジュンは雪の映画レベナント。ゴーディが見たいのは熱い映画マッドマックス。ちょっと待った、いいアイデアが。みんな気に入るよ。大好きなミュージシャン鈴木パコのコンサート、一緒に楽しもう。
ありえない、トミー一人で聞いて。映画に行きましょう。ジェンガ大好き。ねえ、遊ぼう。いいよ、どうぞ。二人が真剣になっています。緊張の瞬間、ボディが、そして彼女の内なる炎がジェンガに。うわ、ごめん、燃やすつもりはなかったの。お見事ね、ゴールディ。近くに消火器があってよかったわ。新しい動画は気に入りましたか？コメント欄で熱いゴールディと冷たいキャンディ、どちらが好きか教えてください。チャンネル登録、高評価とベルをクリックして、トゥルームトゥルームの愉快な動画を見逃さないでね。